ベス・ダニエルはサウスカロライナ州チャールストン出身のアメリカ合衆国の女子プロゴルファー。1979年によりルプがツアーに参戦しメジャー1大会を含む33勝を挙げている。2000年に世界ゴルフ伝堂入り。トッププロでは珍しいベースボールグリップを採用していることで有名な選手である。ダニエルはファーマン大学でゴルフをプレイし、 後のループがプレイヤー、ベッチキング、シェリー・ターナーと共に1976年の全米選手権チームの一員であった。ダニエルは1975年と1977年の全米女子アマチュアゴルフ選手権に勝利し、1976年と1978年のカーティス・カップ・アメリカチームのメンバーとなった。1978年末にプロに転向し、 1979年からループがツアーに参戦した。1979年のパティバーグクラシックで初勝利を挙げ、この年のループがルーキーオブザイヤーを獲得した。続く5年間はナンシー・ロペスの絶頂期であったが、それでもダニエルは13勝を挙げた。1980年には4勝し、プレイヤーオブザイヤーに輝いた。1982年、1990年、 1994年にはツアー最多勝利選手になっている。年間最小平均スコアのタイトルも3回ものにしている。特に1989年は年間平均スコアが71.00を下回ったループが史上2人目の選手となった。唯一のメジャー大会優勝、全米女子プロゴルフ選手権の勝利を含む7勝を挙げた1990年が、 彼女の競技生活の頂点である。賞金女王ベアトロフィー、ルプがプレイヤーオブザイヤー、さらには AP 通信アスリートオブザイヤーも獲得した。ダニエルは二度の大きなスランプに苦しんだ。1986年から1988年まで、そして再度1996年から2002年まで一生も上げることができなかった。 2003年に BMO カナディアン女子オープンで復活優勝を遂げた時には、ダニエルの年齢は46歳8ヶ月と29日に達しており、これは2009年8月現在、ツアー史上最年長優勝記録である。彼女は同時代のキング、パティシーハン、エイミー・オルコットなどの大方の選手たちより長期間、ルップがツアーで活躍を続けた。2005年から、 出場トーナメントを減らしており、2007年には後、大会に出場した。同年、ソルハイムカップアメリカツアーチームの副首相を務め、2009年には、イリノイ州のリッチハーベストファームで開催された、ソルハイムカップで首相に指名され、トータル16ポイント対12ポイントでヨーロッパチームを破った。2007年、ザ・ゴルフチャンネルのルプがツアー中継番組で臨時の、 解説者を務めた。初仕事は2007年のセーフウェイクラシックであった。またダニエルはサウスカロライナ州で最も優れた女子ジュニアゴルファーにベスダニエルアワードを授与している。同賞はサウスカロライナジュニアゴルフアソシエーションで年間最も多くのポイントを獲得したプレイヤーに与えられる。通算33賞。ふとはメジャートーナメント大会。 現在クラフトナビスコ選手権として知られている。このトーナメントは1999年までナビスコ大なショア大会であった。2000年にナビスコ選手権になり、2002年に現在の名称となった。全英女子オープンは2001年からデュモーリエ、クラシックの代わりにルプがメジャー大会に昇格した。DNP イコール出場せず、カットイコール予選落ち WD イコール危険。 DQ イコール出場資格なし、イコールメジャー大会ではなかった、T イコール複数の選手と順位を分け合ったグリーン値は優勝、黄色値はトップ10位を表している。ありがとうございます。